カジヤマ城は、現在の宮崎県北諸方郡三又町大技、長田座城内にあった山城、城内12外城の一つ。カジヤマ集落北方の標高、約240メートルの大地上に位置する。昭平7年、川山支球によって築城されたという伝承があり、現長年に廃城となるまで、約260年間、南九州の覇権をめぐる。 争いの中で、妖害の地として活用された。川山市初代である、川山市級の築城と伝わるが、詳細は不明である。英和元年、天寿元年8月26日の水島の辺に橋を、発する島津方と今川法の争いの中、大江元年、明徳5年、北郷義久が、和田小学と高木氏を、梶山城に敗したところ、今川貞代の4男、 尾崎忠た県と今川法の国人相良氏、伊藤市、土持氏、北原氏らに攻められた。これに対し、島津氏及び北郷義久は救援として、北郷義久の三男の北郷久秀及び四、男の北郷忠道を派遣したが、久秀及び忠道は内地にし、梶山城は落城した。なお、久秀と忠道の墓は、三股町の大正寺跡に現存しており、 1989年11月3日に、町指定文化財に指定されている。また、墓の傍らには久秀が死ぬ間際に座ったと伝えられる腰掛け石が保存されている。下津元年以降、梶山城は、豊か集家島津市の支配するところとなり、伊東市との間で争奪戦が繰り広げられたが、明王四年の和議により、三つ大院船長部が伊東市に明け渡されることになり、 高木、野宮城、山の口城とともに伊藤市の所領となった。ただし、日向木には、永城元年まで、梶山城は伊藤市に属していないとの記述がある。協力三年頃には、山の口城、高木、勝岡城などとともに、省内三股の八階城の一つとされていた。その後、北郷忠助は、三股院を奪還すべく、 伊藤氏と一心一体の戦いを繰り広げ、天文元年、島津だとも、北原久志県と密約を交わし、三軍で伊藤氏領の三股院高城を襲撃。伊藤軍は敗北する。伊藤氏は、この敗戦に加え、家中に内紛が発生したことで、三股院の維持が困難となり、天文三年、北郷忠助は、梶山城を確保した。 豊臣秀吉の九州征伐後の文禄三年、島津家領内で検知が行われると、北郷氏は、家道院へ移され、移住院士の所領となった。慶長四年に起きた、省内の乱では、梶山城は、移住院忠実の都の城を本城とする、省内十二外城の一つとして、城主、延べ彦一を中心に、延辺近左衛門、谷口丹波、谷口伊代らが立てこもったが、 慶長五年二月二十九日に降伏会場した。降伏後、ただざは、永一万国へ移され、都の城には、丘陵主であった北郷氏が復帰しらんは終結した。現和元年の一国一条令により、廃城となった。独立性の高い四つの車より構成されており、省内地理士の絵図に描かれた状況と符合する。車には、内城、二の丸、中の丸、 杖棒という呼称がついている。遺構としては、大手口、こを大土類、大横掘り、掘り切りのほか、世への横掘り等が残されている。特に、世への横掘りは、梶山城の縄張り図、作成者である中世上郭研究会の八つ巻、高尾から全国屈指の遺構であると評価されている。階段上に連なっており、 将来の乱の際に気づかれた鉄砲射撃のための立体的な残酷と推定されている。ありがとうございます。